先月行われた新潟市内で新しく開く学校についての話し合い。開校の楽しみ方で、この前開校セッションで作ったのがあると思うんですけど、その学校とは新潟町遊び学校開校です。新潟市の中心部新潟2キロを舞台に、若者が新潟の町を学び、体験を通して交流できるイベントです。これからの街を作っていくのはやっぱり若い方々だと思いますので、まあ、そういう方がその、まあ、そういった楽しい体験っていうのを街でたくさんしていくことによって、まあ、街に愛着も持っていただいて。開校には学びの場を開く開校や、思いがけなく出会ったり再会したりする開校、話したり笑ったりする開校など6つの意味が込められています。開校は年間14回の講座を開き、新潟ならではの歴史や人との交流、町を発信する手法など、新潟市などから任命された若手運営メンバーが講座の内容を決めます。初回の運営を任された金沢理香子さん31歳。金沢さんは3年前にできた上古町の複合施設3の副館長を務めていて、職業や性別に関係なく、どんな人でも交流できる場を提供しています。もうちょっと駅の人とかバンダイの人とか、同世代でこうコミュニティを持ってとか活動されてる人がいるので、そういう人たちと何か交われるといいなっていうのはぼんやり私も思っていて、やっぱそういうなんか活動の仲間が欲しいというか。迎えたイベント当日。今の気持ちどうですか？そわそわしてますが、まあ楽しい会になればいいなと思っています。おはようございます。参加者は20代を中心としたおよそ30人です。知り合いから教えていただいて、なんか若者がいっぱい集まって町おこしするみたいな感じで楽しそうだなと思って参加しました。みんなでワイワイガヤガヤするのもすごい楽しみなので、それも含めて応募してみました。まずは座学です。皆さんが例えば家庭のベランダだったりとかお庭で少しでもちょっと試しに作ってみようかなって、それだけでも脳に触れる、本当に土に触れるってだけでも、とってもなんていうんですかね、いいと思うので。テーマは街中コミュニティ菜園について。空き地をお金をかけずに再利用するために、まず畑にして地域住民と一緒に育てるコミュニティ菜園を作りたいと金沢さんが決めました。講師を務めるのは農家の小林飛鳥さんです。コミュニティ菜園を通して若者が身近に農業と触れ合う機会が重要だと話します。郊外に行けば田畑はありますけれども、実際にそこで何かを作付けするにはきっとハードルがあると。で、都市部に住んでいても身近に土を触れる場所があれば、それを活用することは理にかなっていると思います。その後はランチタイム。メニューは全て県内産の食材で作ったタイ料理のパッタイ。山の裏庭でランチ交流会です。お米のおむすびが来ると思ってました。それがまさかのパッタイ。どうですか？予想を上回ってきました。すごい美味しいです。美味しかったです。座学だけでなく、若者同士の交流も開校の重要な要素です。座学で終わってしまったりとか、ただイベントで集まって終わってしまうってあると思うんですけど、そういうのも食べれながら話せるっていうのはすごいいいなっていうのと、また普段会わない人たちとコミュニケーション取れるっていうのはすごい勉強になるなと思って。自分たちで企画してそこに集まってくださる方とまた違うお客さんなので、初めてお会いする方もたくさんいらっしゃるので、とても新鮮でした。初回を終えて講座を企画した金沢さんは、
嬉しかったです。やっぱりそういうお話できる空気とかを作れば皆さんやこう仲良くなりたいんだなとかお友達作りたいんだなっていうのが皆さんそういう気持ちを持ってきてくれてたので、はい、いい空気がなんか参加者の皆さんのおかげでできたなと。金沢さんは若い世代の可能性を引き出すような環境づくりが大切だと話します。ただ機会がなくて外に出れなかったり交流ができなかっただけで、そういう場所さえあればみんなもっとつながり合えてこう安心できる街が作れるような気がしています。若者による若者のための学校開校、新たな学びと交流こそがこれからの街づくりへのヒントとなりそうです。